と Wi-Fi 切りました今日はちょっとヘアオイル塗り終わったので、今日はニベアのリップ塗って、今日たくさん塗ってるよ口。DHC 塗ってニベアのグローリーベージュ塗って、セザンヌ塗ってます口重くないよ。なんかこグロスっていうか、なんか美容液リップオイル塗って、でその後これでこの色でいいかなって思ったんですけど、これだとちょっと薄すぎたのでこれ塗りました。今日は髪型どうしようかなって思って、こういう感じでも良さそう。おしとやか。縛る。縛っても可愛いかも。知らない。ここ出すぎ？うん。どう？どうしようかな。縛ってなんかつけようかな。これで縛ってカチューシャでもいいかもしれないね。こうこっちの方がいいかも。透明のゴム、公園とは違うかも。公園でさあんましないからさ、こういう髪型ここにゴムついてるの最近知った。ショートヘアだったからさ、ゴム使わないじゃないですか。でもエクステつけてた時に買った気がして、去年の夏とかにどこやったかなって思って、でこのスプレーを最近使おうと思って引っ張り出したらここについてたここにエクステをつけてた。ロング時代の私はここにつけたらしい、ゴムを大雑把かってそう、去年の夏からいるってこと。ちょっとこのスプレーも早く使い切らないといけないですね。適当に振っとこうかな今日これさ買ったんだけどさ、そんなに使わないんだよね。こういういつもオイル塗ってさ、よしにしちゃうから。今日今ここねアイロンしてないんだアイロンしてないの、ちょっとめんどくさいから縛っちゃおうか。あんず油わかんないけど、
均等？均等かな。良いのでは？こうこうね、縛って。ヘアバンド？違う、これカチューシャなの。カチューシャなんだ一応。ヘアバンド一緒意味。あ、きつい。オッケーオッケー。まあこの辺は後でなんとかして。どうこれ、こんなキラキラのお花か、このちょっとジブリっぽいやつ、どっちがいいと思う？こっちか、こっち、こっちかな。圧倒的にこっちじゃない？これも可愛いかも。これよく使う。こっちか。こっち。お花のがいいかな。ちょっとつけてみますね。先に。髪の毛巻いた方がいいかな。ちょっと先につけ、巻きますね。お花、お花いっぱい。お、こんな感じ。横毛こんな感じです。この辺多いかもしれない。後でなんとかしよう。なんか顔丸くない？気のせい？気のせいじゃないよね。丸くない？へえ、無理。顔丸いんだけど。無理無理。なんかいつももうちょっとさ、わかる？言いたいこと。なんか今日まん丸じゃない。いつもなんだろう、楕円っていうの？いつも楕円なんだけどさ、今日円。この辺のせいかな。これだ、これのせいだ。今日より一層円なんだけど、円を描く。オーケーオーケーオーケー。あ、前髪もこうしてるからかな。前髪こうしてるから、こうなんだろう、ふんふんみたいな。伝わる？言いたいこと伝わってますか？いつもはさ、まっすぐないんですよ、前髪が。けど今日はなんかこうこうしとるで、なんかうんうんうんみたいな。そうそうそう。よし、じゃあいいよ、つけますか。これね、こっちか、こっこ。さあ、どこだ？ここだ。うん、つかない。つかない。どう？見えんけど、かわいい飾り。良いのでは？
私もつけて。見えないけどこう近づけば見えるよみたいな意味あるんかって感じだけど、あ、ここにキラキラつけたから丸く見えるのかな原因を探す。でもなんかいつもよりなんかわかりますか、縦がフンってなってる感じ。いつもいつももうちょっと、まあいっか何でもいいか、ここの木は巻いた方がいい。まあいっか、この辺適当で。あ、ダメちょっとアイロンするか。爪はこれを塗ろうかなって思ってるけど、どう？いいんじゃない？アホ毛。オッケー、目がしばしばする。どうどう、これちなみにフードついてるかぶんないけど、かぶんないけどフード付きなんです。こうしたらほら肩がちっちゃく見える。もこう、うん、よいよい、よいよ、いいんじゃない適当すぎ。前髪もまあ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 、まあ、いっかなぐらい目にキラキラつけたからかな、めっちゃキラキラしてる今日。キラキラー。前髪、うーん、前髪ちょっと気になるけどこれ以上いじんない方がいい気もするんだよね。キラキラがすごい。キラキラね、普段つけないんですよ私。マットが好きなの、目元って。ラメとかあんまりつけたくないタイプなんですけど、なんかつけちゃったどうどう、わかんないよねきっと、この今何をやってんのかわからんかも、もういっかわからんでいいや、わからんわからん、正解わからん、カホにはわからんよし、というわけでネイル塗るか。
誰かわからん誰かわからん、誰かにもらったよし塗ろう。多分ね、にしちゃんかしーちゃんだと思うんだよね。あ、名前出していいのかな。どう？かわいい。かわいい色。かわいい色。爪もね、適当でいいよ。あ、にしちゃんかも。しーちゃんはね、うさちゃんの鏡をね、ああ。しーちゃんはうさちゃんの鏡をくれてたから。にしちゃんかな。もう全然違う人かもしれない。じゃん、可愛いよねこの色。これね、どこのだっけ、あそこだよポーランド城ポーランド城のネイルポリッシュ9番です。可愛い色だよねこの服に。ちょっと合ってる合ってる？合ってるかな？待って、ここにもほくろある。なんかね、あれ？そう、ここにねほくろできたって思ったの今日。今日気づいたの。待って、ほくろ増えてるって。まあ、ここは元からあったんだけど、なんか濃くなってない？唇のあの、なんだろう、ここから口が始まるよみたいなここに増えた。誰か数えたでしょ、顔のほくろほくろ、まあ、いいか。あ、ここにもある。ここにあったっけ、顔これがね一番撮りたいんだ実は実は。あ、でもここも可愛くないかも。ここ実はここが一番撮りたい知ってた？でもね、なんかほくろが多いのって悪いことじゃないらしくて、なんだろう、肌の活性化が早い人ほどほくろができやすいらしいの。でもそういう人って肌のなんだろう、活性していくのが早いから、なんか皮膚が常に新しいらしくて常にっていうか、でだから幼く見えるらしいよ、普段より、普段実年齢より幼く見えるんだって。それにほくろ多い方が顔を覚えやすいらしいほくろがいっぱいあるからわかんないけどらしいです。じゃあ一塗りで良さそう。ほらこんな違う、爪長いね涼しげでいい、ほんと？もう暑いよね。
まあ一応この上に羽織物羽織るんだけど、そうなんかもう涼しくていいんだけどさ、電車とかさ新幹線とかさ車両もかな、冷房がすごいんだよね。劇場もだけど、あやばい、冷房すごすぎて逆に寒いみたいな。左手で塗るのが、真剣真剣。どう？今んとこ綺麗だよ。今左手で塗ってるの。これね、いい匂いするけど、まあマニキュアの匂いもする。よし、よきよき。ちゃんと閉めてね。どんな匂い？うん。書いてない。なんかフローラルな匂いするけど、まあ、マニキュアの匂いはするよね。かわけ。乾かしタイム。セブン限定版、増版しないの？セブン限定版 DVD のですか？チェキはね、ちょっとできるかなぐらい。チェキは本当にちょっと、あとちょっとできるかなぐらいです。もう耳の鼻がさ垂れてる。重かったかな。まあ可愛いけど、うん、ワンチャンあるかもぐらい。いやでも本当に数人しかね買えないと思うよ。
女性限定感いきました。ありがとう。名前言いそうだった今。猫ちゃん派かも。猫ちゃん派かも。最近猫ちゃんの動画ばっか見てる。今日丸い。笑ってるかな、かな、乾いたかな。いや、なんか左手濃いぞ。違う、こっちだ。右手が濃い。まあ濃さは自分しかわかんないしっか。わかる？なんかね、心なしかこっちが濃いんですよ。もう光のね関係とかじゃなくて、ほら、ほら爪の透け具合とかも、ほら、こっちが濃くなっちゃった。かといってもう一回塗るのもめんどくさいしな。こういうとこだよね。乾いたんじゃない？イエーイ。実名です。色いいね、ナイス。ボール状の9番です。雑すぎる。ほんと？なんかでも顔神経質になりすぎてすぐね一丁がやられるから。もうね適当がいいの一番。いい、もう何も気にしないのが一番いい。うん、一応今はいいです。ちゃんと信頼できる仲間がいるので。一応ね、でもね、めっちゃちっちゃい時からなの。もうほんと幼稚園、小学校の時はもう痛かったから、幼稚園の時からなの。小学校がね30分かかって、歩いていくのに、家から学校まで30分かかって、でそれで結構痛くなることがあったんだけど、そうそうそう、どこやったっけ、そうそうそう。でもこれはね生後3ヶ月から飲めるんだよ。なんか買ってきてくれた親が。そう、歩いてる途中に痛くなったことが何回もあって大変でした。カホはでも小学生の時は学校行きたくないから痛いんだと思ってたけど、学校楽しみでも痛くなったから、あれってなって。中学もなったな。
高校はあんまりならなかったの。高校、あ、大学はなった、何回も大学は何回もあった。途中の駅で降りて痛み止めを買ってで大学授業遅れてくっていう何回かしたそれぐらい結構ね、なんかね、まあ、分かんないんだけど急に痛くなることは多いし、なんかまあ痛いだけだったら我慢できるんですけど、なんかチカチカするんですよ目が。もう立てないぐらいそうなることがあって、満員電車でしゃがんでたりもしたからそう、それを思えば今はまあだいぶマシな方なんだけど、うん、そう、なんか腸の萎縮でなんかキューってなって痛むらしくて、でそのなんだ、薬を飲むとそれがなんだろう、誰かくしゃみした、弱まるから弱まるとか治るから痛みは感じなくなるらしいんだけど。キリキリする、わかる。でもそれ一番温めるのが一番いいよねもうカホはいつもね、あ無理ってなったらモコモコの服着て寝るもう温めるのが一番いい。そうだからこんなね薄着しちゃダメよ。父ちゃん牛乳飲んでも大丈夫？無理、牛乳は無理です分解できる酵素が多分ない。これ炭酸じゃないよ水めっちゃ炭酸に見える水。水です。あって見せるの受ける。うん、元からこの入れ物あれみたいな感じ、 SKE の水みたいな感じのやつだと思うわからん。いつも飲んでるのはね、なんだ、軟水、硬水はあれって言いますよね、お腹痛くなる待ってネイルが剥げてる。
まあ、いっか。ここがハゲてるけど見えないし。1日3リットル？なんだっけ？なんかあるよ。体重かける4で飲むべき水の量があるらしくて、携帯充電してた。体重かけるあれ400ミリリットルだっけ。そうらしいよ本来はね。でもだいたいみんな2リットルだから2リットルみたいな聞いたよ。ボディービルダーは毎日4リットル飲んでる。へえすごい、猫じゃん猫。水だらけになっちゃう。猫じゃん。猫、猫はね、体のほぼほとんどが水分なの。だから、猫液体って言うじゃん。だから猫。でもあんまり飲まないよ、水。あ、お腹鳴った。お腹鳴った今。ラテちゃんも水でできてる。そう。骨がないのかな。あるけど骨が軟骨みたいなのかな、猫ちゃんの骨って。猫は水わからん、嘘かもしれん、嘘800。手紙と一緒にうちの猫の写真入れてもいいか。いいんじゃない、届くと思うよ。もし届かんかったら DM とかで送りつけてください。見てます。あ、ツイッターの DM は見てないけど、インスタの DM は承認はできないけど見てます。30分になったら終わりますね。意外と今日準備早かった。優秀。優秀優秀。日傘はもう大丈夫よ。そう、ゆずさんにもらう。すごい木だ、可愛くない、可愛い、刺します。これ以外に折りたたみじゃない日傘も持ってるので、私が
ぱい刺し放題。かわいい。そう、ゆうさんからいただいたやつを載せたんだけど、ストーリーに。そしたらこのくださった方があれかなと思って、あ、俺もあげちゃったみたいになって、あーってなるかなと思ってそう載せました。しまったってなってたらちょっと申し訳ないなと思って。使うけど全然使いますよ。うん、いっぱいある。そう、なんか日傘は1年っていうので、持って1年使います。ゆずさんから、そう、じゃあネイルは2、3年前なの、もらったのが2、3年前なんだよね。これはゆずさんからは2じゃないよの収録の時にいただきました。今日はさとかほラボなので聞いてくださいね。ということでランキングを見ます。1位ありがとうございます。2位ありがとうございます。おう、あ、 Thank you。 3位ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、さとかほラボ今日は生放送なので20時から、あー、聞いてください。痛い痛い。ありがとうございました。またねー。ラジオで会いましょう。